回はね、この生リールが200円、プラスアルファ刺身が結構安いということで、いろいろ美味しい刺身と日本酒、ビールを飲んで1000円以下で行こうかなと思います。まあとりあえず見てください。いやこれやばいっしょ、これ。まあ21時までっていうことなんですけど、まあとりあえず入ります。外の生ビールと、あとはこのカンパチの作りと、クジラの赤身の作り、はい、以上です。いやなんかこういう看板がめっちゃ雰囲気を醸し出してるっていうか、これ立ち飲みイコールこういう看板かと思いますけども、大鳥、大鳥、大鳥来ましたね、札幌。キンキンに冷えてやがってます。嬉しいですね。あの他メニューを見ると、この瓶ビールが450円、うん、いや結構ね、瓶ビールって値上がったんで、この450円っていうのは頑張ってるかと思います。いや本当に値上がったんでね。あ、マッコリ350円、もうこれいいんじゃないですか。うわこれ柏の唐揚げ、いやー大きい名物なんでね、まあ、今回注文しようと思ったんですけども、あまりにもお腹がちょっとまあ、いっぱいということもありますので、ね、爽やかな刺身でいこうかなという感じで今回はこれを注文しなかったです。フィードメニューもいろいろある。うーんとね、らっきょうがないみたいなね、揚げ物も充実してます。いただきます。はい、はい、クジラ来ましたね。あそこ皿自体もこれキンキンに冷えてますね。でこちらこの皿もキンキンに冷えてます。カンパチの作り300円ですよ。クジラの刺身は結構ね、赤身の生肉を食べてるみたいな感じなんで、こちらから先食べて、まあ、そこからこのカンパチをいただこうかなと思います。でクジラはどっちかと言ったらこの生姜をつけてからいただきます。いや醤油も2種類いただいてるということで、いやこの辺がなかなか憎い演出ですよね。ではいただきます。クジラいただきます。うまい。合うわ、ユッケ食べてるみたいな感じなんですよ本当に。マジでネギもあるんで、このネギを絡めながら醤油をつけていただくと、マグロを食べてるみたいな感じの、ラム肉を食べてるみたいな感じです。ちょっとこのレモンを絞ってみましょうか。この皮目を下にして絞ると、うん、これでちょっと風味が変わるんでしょう。うん、さっぱりと言われなくても分かるだろうと。いやー世の中の方にね、このクジラの刺身食べたことない方はぜひ食べてほしいですよね。昔は当たり前のようにクジラの刺身って食べてきたんですよ。このね、竜田揚げも食べてきたんですよ。まあ子供の頃もこの給食で出てくるぐらいいっぱい出てきたんですけど、小学生の頃の1、2ぐらい当たんちゃいますかね、このクジラの竜田揚げ、クジラの竜田揚げの上位小学生。今1位、2位どっちかっていうと揚げパンちゃいますかね。揚げパンかそれか雪見大福ちっちゃい雪見大福ね。今ねアマゾンで雪見大福、ちっちゃい雪見大福結構安く売ってますんで、あれ給食用だと思いますけど、ちょっとちっちゃいんですけど、まあ、それぐらいがちょうどいいっていうか、一つをガブッと食べるんじゃなくて、その一つじゃなくて、それを一つを半分にしたちっちゃいやつがいっぱいあって、それをいっぱい食べた方が満足度があるっていう、まあ、そういう計算ですよ。次は大葉を巻きます。ミントを巻く上でちょっとこのネギをかけて生姜を入れて、これですよ、これをいただくという、なんともこの贅沢な感じ。いただきます。
別料金払ってもいいから大葉刺身の切り身分大葉欲しいです。ないんですかね、こんな初めに言うんですかね。いや追加料金でいいんで、別にそれはあのお金払うんで、まあ、そんなあってもいいかと思うんですよ、メニューでね、大葉切り身分とかね、まあ、最後はもう刺身でしっかりといただくと。いやー、まあ、食としてね、二通りあると思うんですよ。お腹すいてお腹を膨らませる食事と、お腹は空いてるか空いてないか、まあ、微妙なんだけども、その何か食べたいっても気持ちを満たしたいっていう食事だから、今回どっちかというとその後者ですよ。気持ちを満たしたいっていう時は少量で美味しいものを食べたいっていうことなんですよ。まあ、そういう時はこういうのを食べるということなんですけども、しかもね千里ろ以下っていうやつが、ね、カンパチ行くんですよ。カンパチですよ。さっきまで使ってた醤油はこっちに置いて、でこっちからこのわさびゾーンですよ。わさびゾーン行きますよ。え、マジでこれカンパチの作り、これ300円なんですけど、 1,2,3,4,5 5切れ、ヨロクさんいい一切れ60円ですよ。お、コスパはかなり優れてるんじゃないでしょうか。おー、カンパチっす。これでも買ってぐらいわさびをつけたカンパチをいただきます。あ、めっちゃコリコリ、うん、あ、関西好みなんですよ、コリコリってね。うまい。わさび後で効く。あ、めっちゃうまいわ、このわさびちゃう。コンパチのこのコリコリ感、なぜなんでしょうね。このコリコリイコール新鮮イコールコリコリなんですけども、ちょっとね時間を置けば置くほどコリコリからちょっとなんか柔らかになって、それがうまみ成分が増すとか言うじゃないですか。ケニチはそうじゃなくて、このカリカリが好きですね。コリコリ声でカリカリ。これ300円、マジありえない。こう断面図がすごいツヤツヤしてるんですよ。いい包丁で切ってるっていうのはよくわかりますけど、まあ、ここにわさびをまたたっぷりをつけて、でこれを中にくるむわけですよ。食べた時にわさび成分をセーブして胃の中で感じろっていう戦法です。胃の中で感じろわさびを。さあ来たまえ。うん、これぐらいがちょうどいい。うん、辛くない。いや、これでも300円、価値あるな。このレモンをちょっと垂らしてみなね。大葉をね、普通中にじゃなくて外にくるむと、大葉をメインとした食をいただくとね、大葉をメインとして刺身をいただくという、よっしゃ、こんな感じですね。大葉をメインとしていただくと。さあ来たまえ。めっちゃコリコリ、救急車めっちゃ近くに出るし。いやー、惜しかったな。最後はこのわさびをたっぷりとつけて、まあいただきましょうか。いやー、カンパチ、ハマチ、カンパチ、いや、ツバス、ハマチ、カンパチで、その上、知らん。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。はい、今福松さん飲んできましたけども、あのクジラの刺身と、あとはカンパチの刺身を食べて、あと生ビールを飲んで880円っていう、この格安感、
いやお腹空いてる時はまた別のとこ行くんですけども、このお腹がちょっと空いてなくて心を満たしたくてせんべろ行きたいっていう時はこういうところを選ぶわけなんですよ。お刺身プラスアルファ上質な生ビール、どうでしょうか。880円ですよ。環状線新間宮から降りて10秒走ったら5秒ぐらいっていう感じなんですけど、まあこんな感じでね、西成新世界せんべろシリーズ今後ともアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方でチャンネル登録よろしくお願いします。